はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日はね、昨日の歯医者の結果はね、まあ、一応なんですけども、希望通りね、治療をしてもらいました。前回にね、その肩取りをしてもらった、その右下の銀歯がね、出来上がってたので、それを入れてもらうのと、でその前回の右下入れて、肩を取った治療を終えて帰ってきた夜に、右の上の奥と、そのさらに、奥の親知らずのね、その相対するこの両側側面同士がね、この虫歯になっていて、でその両側のその患部ね、ここの虫歯のところの患部のところを同時に塞ぐように詰めていた詰め物が取れてしまって痛いので、そこを何とかしてもらうという希望やったんです、僕の希望はね。で診察台に座った僕はですね、もう開口一番で、その右上奥歯の回復を熱望しますけども、先生はね、その右下の肩取りをした銀歯をやるぞっていうテンションだったので、先生はね、だからそのお互いにその気持ちが噛み合わずにね、どうしようかなってこう考えた結果、とりあえず右上奥歯と親知らずに麻酔をされました。まあ、先生によるとね、その麻酔が効いてくる時間を待ちながら下の銀歯からやっていきますねとのことでした。でもまあ今回の麻酔はね、すごい痛かったんですよ。あのね、3回打たれたんです。3回、そのね、3回目が一番痛かったんですよね。まあ、麻酔に関してはね、結構慣れてたんちゃうかなと思ったんですけどね、そうはいかなかったですね。やっぱり痛いもん痛いですね。あ、3本ちゃいますよ。あの1本の麻酔の注射を打つ、その場所を変えながら、角度とかを変えながら、3発打たれました。で、ほんでね、その3発打たれ終わったら、その下の銀歯をね、この、部分を、かぶせてあったカバーっていうのをね、ピンセットでこうペラッてめくられて剥がしてもらった瞬間にですよ、めちゃくちゃ臭くて、もうえずきそうになりましたね。もうね、この自分の口からね、こんな臭さが出てくるという事実にね、こう黙ってられへんくてね、もうかぶせてたそのカバーの中にね、もうさらに虫歯になってんちゃうかなって思うぐらいね、その思いが込み上げてきてね、もうほんまに臭くて、だからもう先生に思わず聞いたんですよ。先生、まあ、カバー取った瞬間にめっちゃ臭かったんですけど、なんかなってません？もう大丈夫な状態ですか？まあ、何もなってませんけど、まあ、臭いと感じる匂いはね、その、まあ、唾液とかが溜まるし、まあ、かぶせてるだけ、その、さらに磨かれへんから、誰でもこうなりますよ。でね、まあ、上手にね、フォローしてくれました。ほんで、はめ込んだ銀歯を削りながら、また入れながら、で、噛みながら、熱の高さっていうのをね、噛み合わせの高さを調節してもらいながら、まあ、ようやく銀歯を入れてもらうことができまして、まあ、その新しい歯がね、増えたということにね、喜びを感じております。あ、増えたんじゃないな。あ、戻ったですね。まあ、銀歯を入れてもらうことができたんですけども、今回の銀歯でね、埋まったのはね、実はね、1本だけじゃなかったんですよね。メインの銀歯 の手前にね、同じようにその少し削ったところもあったんですよね。そこ の同時に削ったところも同じ瞬間に肩取りをしてもらってたんです。だから先生、そこの銀歯も作ってくれてたんで、そこにも銀歯がこうはめ込むような形状になってたんです。だからね、その銀歯をはめ込むことによって、メインと手前がくっついた、つながった状態になりました。まあ、その隙間が空いてないからね、ここの隙間が空いてないから、その部分にね、その食べた食材が詰まることはまあ今後はなくなるので、まあいいんですけども、そのまあ糸ようじとか歯間ブラシとかがね、入らないので、まあ慣れるまでにね、このなんか違和感が続きそうですね。まあ、しかしね、その歯が戻ったことに関する違和感がね、強いので、今はまあその歯間ブラシとかそういうところではありません。ほんでその銀歯が終わって、その麻酔がね、とっくに効いてる、その上、右上奥歯親知らずに取り掛かってもらうんですけども、まあ針金でそこをね、ほじくられてるんですよ、いらわれてるんですけども、まあ、その麻酔のおかげでね、今回全く痛みを感じないので、もうほんまに心のね、負担もね、ありませんでした。ほんでその右上を埋めてもらう時に、まあ、今回もね、その消毒液を含ませたスポンジをね、いくつか入れてもらって、でその上からかぶせてっていう風に詰めてもらうんですけども、なんとね、隙間を埋めてもらうだけじゃなくてですね、その2つの歯をね、このなんかフラットにするやり方でね、埋めてもらうことができたんですよ、今回は。結果的にまあフラットに感じるだけなんですけども、その
そのまあ下の銀歯のとね同じような感じで、なんか両方のね歯のね表面をカバーするようにね、この歯と歯がつながった、ね、状態でね埋めてもらいました。これはねいい感じなんですよ。でまあこここそこの部分こそこのやり方がね正解なんですよ。もうこの部分こそね何が何でもね埋めてほしかったので、しかもこれぐらい頑丈でしたらね、まあ取れることもなさそうなんでね安心です。という感じでね今回は希望通りにね上も下も両方ともなんとか治療してもらいました。ほんでね、まあ、ずっとね思うことがあるんですけどもね、親知らずに関してはねやっぱり何回聞いてもね、僕の体の状態を見たら今のところはほんまに抜くことができないみたいなので、その悪くなった部分は削って埋めていくっていうしかね方法はないようなんです。ほんでね、この奥歯親知らずに関してっていうのは応急処置ということなので、またね次回にちゃんとした治療をしてもらいます。まあでも今はねその右上奥歯親知らずはつながってる状態で、いいんですよ。だから上2本つながってるんですよね。で下も2本つながってるんですよ。だから今回はつながった歯が2箇所できたよっていう感じです。まあでも何にしてもね、両方やってもらえてよかったです。まあそんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。